にちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬ちゃんの散歩終わりにこの肉球をきれいにする3つのステップ、これについてお話していこうと思います。じゃあ早速ね、3つのステップ何ですかっていうと、まず1つ目はその汚れを浮かせる作業をしていきます。浮かせる作業ね、はい。で、2つ目っていうのは、それを浮かせる時にはやっぱ時間かかります。すぐに落ちないんですよ。なので放置時間が必要なんですね。これは2つ目です。で、3つ目っていうのが、それを放置して浮き上がらせたところを拭き取る、はい。この3つのステップをね、踏んでいただきます。まあこれ今動画撮ってる今はね、もうこれからもう今ちょっともう、ま、梅雨真っ盛り、この後ろも背景もそうですけど梅雨なんですよ。で、これから暑くね、夏になってくると散歩のね、量っていうのはちょっと減るかもしれないです。ね、頑張る方はね、朝早く行って行くんですって方もいると思うんですけども、まあそれでもやっぱりね、散歩って必要じゃないですか。で、どうしてもこう地べたをね、まあ、素足で歩くわけやから、まあ、いろんな汚れとかをね、取ってくるわけです。で、その時、それが僕は、ね、全然悪いとは思いません。やっぱ肉球もね、やっぱ刺激ってすごく大事なんですよ。はい、やっぱ生身大事です。はい、なのでしっかりと自分の足踏ましてあげるって僕はすごくおすすめさせてもらってます。で、どうしてもやっぱ汚れがつくんで、まあそれをね、まあそのままちょっとパッ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 とね、落ちたらいいんやけど、どうしても汚れっていうのは、やっぱりね、シャンプーのね、やっぱ成分がちょっと必要になってくるんですよ。で、それを浮かし取って、拭き取ってあげないと、やっぱり綺麗に落ちない。水だけだとやっぱちょっとね、不十分なところもあります。はい。あと水だとね、ちょっとね、びちゃびちゃになるんで、ね、乾かすのめんどくさいんですよ。はい。まあそういったこともありましてですね、まあいろんなものがね、あると思いますので、それを使いながら、しっかりとね、ケアをしていただきたいと思います。で、今日使うのはね、こちら、僕が最近ちょっとおすすめさせてもらったやつなんですけどね、フェイシャルフォームってやつです。で、それを使って、実際にね、やっていこうかなと思います。それを実際にこのね、動画、もう今こう横に、ね、こうね、僕の膝のところでスタンバってくれてるんですけどね、はい、それを、この3つのステップを使いながら実際にやっていこうと思いますので、ぜひね、皆さんも一緒にやっていただきたいと思います。では実践の動画、いってみましょう。はい。じゃあですね、じゃあ早速ね、実践の動画として、ね、やっていくんですけども、まず持ち物ね、持ち物も3つあります。はい。先ほど言った、こういった汚れ落としのものですよね。はい。こういったやつです。今日はこのフェイシャルフォームのやつを使います。で、それが1つ目で、2つ目がご褒美。はい。ご褒美必須ですね。で、よいしょ。最後3つ目が、こういった拭き取る布。はい。こういったものを用意してほしいかなと思います。じゃあ早速ね、やっていくんやけど、はい。じゃあちょっと画面下にずらしますね。途中から消えまーす。はい。よいしょ。はい。もう準備 OK でございます。後ろにもね、はい。今日来ていただいてるワンちゃんがずらずらといらっしゃいますが、よっこらしょ。はい。いう形でね、やっていこうかなと思います。はい。今日はね、ポンちゃんにね、やって、ちょあんまり顔見えへんけど、はい。やってもらおうかなと思います。よろしくお願いしまーす。はーい。じゃあ早速ね、やっていくんですけども、はい。やっていくんですけども、まず、これですよね。はい。ステップ1。はい。汚れを浮かす。はい。汚れを浮かします。で、ちなみに、この成分で言うと、もうね、一つの肉球でこれぐらいで十分です。はい。もう人差し指の関節ぐらいで十分です。まず、こういうのでね、はい。しっかりと、つけてあげます。つけましょう。はい。つけます、つけます。こんな感じで、つけてあげます。で、放置時間でじっとこうやって見とくのね、結構めんどくさいんですよ。はい。なので、次なしに行きましょう。次なし。つけてもらって、よいしょ。ですね。はい。で、もう、ボンちゃんの場合はね、慣れちゃってるんで、もう全部やってからご褒美でいいんですけども、やっぱ慣れてないワンちゃんとかやったら、間、一つの足に対して、まあ、一つのご褒美。はい、どうぞ。っていう形でやってあげてもいいですね。はい。よいしょ、もう一回いきましょう。一個だけね。はい。つけてあげます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いけるかな？いけるかな？はい、いかさん、ちょっと一つずつしましょうか。よいしょ、はい、もう一回、よいしょ、こんな感じですね。はい。で、一応これに関しては、ね、ちゃんと汚れが浮くような、成分が入ってるんです。なので、その成分がその汚れを落としてくれるように、ちょっと時間っていうのが必要になってきます。で、ちょっとこの今この足しましたよね。で、これの汚れのを今こんな感じです。はい。それを拭いてあげましょう。拭き取る感じです。拭き取る感じ。はい。こんな感じで。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。拭き取っていきます。ね。ブルブルになりましたね。はい。で、拭き取ったら、ご褒美。よいしょ。はい。もう片方いきまーす。はい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 。は
よっしゃ、オッケー、お利口さん。はい、どうぞ。よいし、よし、周りの子たちがそわそわしてる。イブちゃん、アースもそわそわしてる。いいよね。よし、こういう感じで拾ってあげます。拾っていきます。で、拭き取れたら、よいしょ、はいはいはい、で、ご褒美、はい、こうやって拭き取っていきます。拭き取って、拭き取って、ご褒美、はい、っていう形です。はい、オッケーです。素晴らしい。はい、こんな感じで、よっこいしょ、はい、どうぞ、よいしょ、はい、ちょっと戻ります。よっこらしょ、はい、はい、みたいな感じで、4つの足を、つけるね、泡で浮かせる、1が泡で浮かせるですよね。で、2つ目がつける、つける時間は、もう今ぐらいの感覚です。何分なんですかって、もうざっくりです。これに関しては全然大丈夫です。今まあ4つの足やってる 間ぐらいでも十分です。はい、で、その後に拭き取るっていうのをやっていきます。はい、まあ時間で言ったら、まあ慣れちゃうと、まあ5分もいらんと思うんやけどね。今のでもほんまに5分以内で全然できました。うん。なので、まあそういったのを、まあ毎日お散歩の習慣として取り入れていただきたいなと思います。では今日ね、早速じゃあね、今日皆さんがこれからシャンプーじゃないわ、足元に綺麗をしていく時の宿題をお話しさせていただこうと思います。では今日の宿題は、これです。はい、ですね、今日は、小犬ちゃんが散歩し終わった後に、この肉球のね、足の裏をケアする、ね、方法3つのステップということで、汚れをまず浮かせましょう。で、浮かせたら、ちゃんとしっかりと馴染むように、放置時間作ってあげてください。これ2つ目ですね。で、最後3つ目っていうのは、それを拭き取るっていうことでした。はい、ぜひね、やっていただきたいなと思うんですが、これをね、聞かれるとね、これを言うと、たまに質問があるので、それも先にお伝えしておこうと思います。それ宿題ですね。毎回毎回の散歩でやった方がいいんですか？やった方がいいか悪いかで言うと、やった方がいいです。はい。人も、なんだろうな、外出が、ね、外から帰ってくると手洗うじゃないですか。ね。毎回洗うと思います。それと同じような感じですよね。はい。なので、まあ、その、物にもよりますよ。物にもよる。けど僕が紹介してもらったやつは、もう毎日、毎回使ってもらっても全然問題ない、成分になってますので、まあ、毎回毎回洗ってあげたらいいかなと思います。ただし、シャンプーほどの威力はない。これだけは覚えておいてください。はい、イメージで言うと、ね、例えば、キャンプ、ピクニックに行きました。で、水道がありません。その時に、なんか、濡れティッシュとかで、なんか、そういう声拭きません？で、ちょっと汚れ落としませんか？はい。そんな感覚なんです。ね、本気でね、がっつり汚れ落とそうと思ったら、もちろんそのシャンプーした方が、もちろん強力です。はい。ただやっぱりね、時間的にもしっかりね、毛もやっぱ深いじゃないですか。で、それ難しいので、それの1個前段階。そして前のレベルとして、おしあね、こういう濡れティッシュみたいなので、おしぼりみたいな感覚ですよね。それとして使っていただきたいなと思います。ではぜひね、今日からやっていただきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。